ここでの俺はどうなのかどうなんだろうっていう、あ、名古屋ドームで名古屋ドームだな、うん、これこのままで、はい、そのままで、はい、大丈夫です。じゃタップしてあの押していただいて大丈夫です、はい、ピッチャー黒田じゃん、黒田選手を相手に、黒田投手は、はい、俺は2004年の4月2日名古屋ドームの、はい、開幕戦の対戦相手ですよあの伝説の開幕の、そうですそうです、落合監督のでおなじみの、はい、なるほど、というところで、はい、いきますよ、おお、ギリギリの、あー遅い、すぐこれ見極めも結構感じになってくるので、ああこれ難しいな、難しいと思います、やっぱ本当一番最初の方はやっぱなかなか慣れるまでが難しいっていうところで、来たよ来たよ来たよ、来ました、パウエル、ガンガンパウエルガンガンパウエル打てるのかっていうところですね、いやまあ、こういう対決も当時ありましたもんね、この黒田選手の時はもうもしかしたら、だんだん打てなかった、つまらされてしまいましたね、ちょっと来たよギーター、ギーター井端さんギーターでホームラン打ちましたからね、おら、そうなの、はい、ここでパワーを見せて、ストライクか、うわー、まっすぐいい感じ合わせてたんですけどね、おおー、あーセンター前ヒット、初ヒットです、初ヒット、プロスピ初ヒットです川崎さんプロスピ初ヒット、おノリ来た、はい、ノリさん、ノリはこの間ね一緒、あの一緒にね解説をしたんですよ、キャンプ取材やられてましたね、はい、キャンプ解説、おら、あーファインプレー、うわーマジかー、なんでここでファインプレー、これ OB 分けです、片岡敦さんがファインプレーということで、片岡さんいいよそんなところで取らなくてもではここで実際に川崎さんが川崎さんを使います、使います、使います、健次郎は健次郎を使いま す、はい、まずはまっすぐ、あ遅いったー、ちょっとコースが出ましたね、はい、このタイミングちょっと難しいんですね、最初のそうね、はい、ここだベストピッチ、おお空振り、もういっちゃう、もういっちゃう、おここだ、おーおここで、ここで殿下の宝刀来ますね、俺、おどうだ、うおーもう典型的な、完璧じゃんこれもうやっぱり川崎さんらしい感じになりましたね、理想的じゃんこれ、理想的な形になりましたね、ここで一緒にやってもらった井端がね、前回も出ていただきました井端さん、いやちょっとこれ珍しい球を投げましょうかね、 あんまり投げないスライダー、あこれどうだ、おお見ていきますね、じゃあここも、はい、これをちょっとこの、あーちょっと早かった、やばいやばいやばい、うわーやばい、おお井端えらい打ち損じ打ち損じてくれましたね、やばい井端さん、うわ大杉さん、大杉さん OB 枠の方はちょっと今相手にちょっと入れてますね、すごい大御所じゃない、ここはやっぱちょっと力勝負いきたいな、はい、おーでちょっとこの辺見せておきましょうか、あインコース、あ、ちょっと、おお。で、ここで、もう一回見せて、おお、惜しい。いや、これはね、でもね、俺はね納得する。あ、これはこの納得なんですね。そう。はい、まっすぐ。おお、ギリギリ。ちょっと行くか。行きます。落としますか。これどうだ。どうだ。うわ、いいの。振らない。いいとこなのに。振らない。じゃあ、ほんと、あ、やばい。お、あ、詰まってくれた。詰まりますね。やっぱシュート詰まりますね。こういうのをね、見せられるとね。これでどうだ。あ、見てきた。うっそー。これは今いいとこ投げたと思ったのに。いいコースだったはずなのに。でもね、現役時代の俺はこうでしたからね。こういう組み立てと勝負の仕方をしてたということで。した。ここで、あの当時の対決がゲーム上で蘇る。勝負だ、勝負。あ、やばい。あ、いや、おおおおお危ないですよ、危ないです、解説ここだ、あここで、サトルさんの解説、これちょっとね、ファール打たせますよ、はい、あ、いやいやいや、あー、センター前、そりゃそうだわ、このなんか当時の対決を思い出させられるようなほどメンバーですね、これね、多分ね、初球打ってくると思う、積極的に初球打ってくると思うから、ここだ、あ、狙ってこない。
じゃあちょっとここは振りましょう。振りましょう。おお、振らない。ここはちょっと。これどうだ。ほら、いやインコース。やっぱりいや、やっぱこうよ、ね、こうよ。やっぱりこのシュートの使い方ですね。このやっぱり川崎さん。これはね、本ちゃんの配球と同じぐらい。ガチ配球ですね。そう。これがガチ配球だと。さあ2回来たよ。ペタ。ペタ来ました。ペタジーニが来ました。ペタ来い、ペタ来い。あ、やばい。ちょっと今、そうですね。ああ遅いもの。まっすぐちょっと張ってましたからね、ちょっと早いの球をというか。そう、このタイミング難しいね。難しいんですよね、やっぱプロスピのやっぱ最初ここ合わせるのがなかなか難しいというところで。そうだ。テストファイ。これどうだ。あ、つまさん。あれ。岩田さん岩田取らなくていいんですよ。うまいですね。出してあげる。来い。お、来た。あれ、あ、ファールか。ちょっと先っぽでしたかね、ちょっと申し訳ない。おお、決めるコース。そそく。おお、ファール。おお、来い。おお、抜けた。センター前。よかった。今セカンドゴロかと思った。こい森。さあ強打者が。あ、今合わせた感じだったんだけどな。そうですね。タイミング結構合ってましたけどね。おお、ストライクかい。ああ。いやー。まあそのカーソル合わせないやっぱ難しいんですよね。なかなかこう。そうね、最初は。でもあのあれでしょ、井端君はホームラン打ったんでしょ。井端さんはあの柳田選手であのホームラン打つという最初だったらしいです。本当に初めて。あの息子さんしょっちゅうやられてるみたいですけど。へえ、でもすごいな、あえていこうか。あ、ヒヤッとしましたよ。小宮山さんに言われてますね。いや、おお、以上早と。いや、片岡さん先ほどファインプレーをやってたもんね、一緒にね。そうですね、時期的にも。ナイスピッチ。詰ませます。詰まった。これがゴロですね、前回のこの後のね、はい、カバーがいい。カバー良かったですね。早かった、俺より早い。本人よりも本人が早かった。そう、絶対早い。見事なピッチ。あ、あれ、戻るですね、試合に戻る、はい、ここ行こう。これまっすぐ、はい。川崎さんのタイミングが慣れてきました、ピッチングの方向性。ナイスピッチ率が。あっと1点対1点差に。もうここはね、はい、攻めるよ。お、あれ、これボールなんのか。ちょっと1球振ってみようか、こっちに、はい、そう、あれ、あー、ポテンというか、ね、うまく落とされましたね。でもね、イデホね、ああいう球うまいんだよね。拾ってましたね、実際のイデホ選手なんかも。そうなの、結構そういう印象はありますね。よし、ここで来い。あ、早い。おお、ここはね、もう一つ来い。アウト、はい、ファール。あれ、あー、また、いや、やべえ、これはちょっとピンチに。これは本当の俺になってきた。前回 の打たれ強さの部分にここで発揮する時が来たかもしれないので、もうここは行こう、はい、ここはここは行こう。嘘やん、もう俺はね、困ったらインコース。そうでしょう、そうでしょう、そうでしょう。もう一度来い、インコース。振らない。いや、振らないの。これはあそこいいとこ投げてんだけどな。ベストボールですね。こちら。はい。おお、カルディ。ほら、もう困った時のシュートよ。シュート攻めですね、もう。ここはもうシュートしかないから。おお、ナイスキャッチ。そうでしょう。そうでしょう。やっぱりね。打たせてますね。完全に。で、これ延長に入りますね。1イニングで、はい、1イニング延長に入ります。特別延長。なのでタイブレーク方式になってますから。なるほど。はい、坂本選手、頼むぞ、頼むぞ。あ、やべ、
このタイミング、話すタイミングが難しいよね。合わないな。あらんぼうダメだ。俺やっぱりあれだね、打つのは全くセンスないね。まあピッチャーだからっていうのもあるかもしれないです、本当に。まあそういう理由にしよう、にしましょうか、はい、そういう言い訳にね。小松さん、あ、これ早いんだよ。ああスライダー、これいいとこ投げられたな。結構コンピューターもいい配球してきますよね。ここでさっきのあれは来ました、パウエル。来い、ここでのパウエルです。弾丸来い、弾丸パウエルが。おお、これストライク。あ、詰まった。あ、いやあ詰まった。詰まされちゃいましたね。弾丸パウエルは見られずという形だったんですけど。こちらも裏もワンナウノーアウト。あ、おお、いいぞ岩田。ちょっと岩田さん悔しがってますね。うわ出た、来ました、大杉さん。怖いバッター続きますよ。ここはもうインハイで攻めましょう。そう、詰まらせた。こうでしょう、こうでしょう。これですね、こうでしょう。さあここでの松井秀樹、ここはやっぱりそのファールでね、カウントを稼ぐ。はい、おお、空振りだった。珍しいな、ここはもう一丁。あ、あれ、あ、おお、前進守備でしたね。ちょっと前進守備だったんでセーフというところで。いやー、ここで誰、これ城島ですね。城島選手、城島さんが気が抜けませんよ、本当に。ここはちょっとこれだな、これで落として空振りを誘う。おお、いいとこ投げてるんだけど、ここだ、ちょっと散らしていこう。おお、はい、最後はこれだ。あれ、なんで見てくれたら今コース良かったのに。いや、あ、落ちた。さよなら負け。まあ詰まらせたんですけどね、今詰まらせたんですけど、まあ、だから、はい、想定通りだったんだけど、はい、詰まらせたはいたんですけどね。詰まりすぎちゃった、過ぎましたね。でもね、本当の俺っぽい、あ、試合だったと。そうそうそう、川崎さんらしさは出てたと。完全に出てたでしょ。最後ポテンで終わる、ポテンで終わる。いやー、なかなか楽しい、面白いゲームになったと思うんですけれども、うん、はい、ということでですね、はい、川崎さんに、1試合やっていただいたんですけれども、まず率直にゲームやってみていかがでしたか。うん、楽しい。あ、楽しい。だからやっぱり自分も使えるし、はい、その操作を覚えた時っていうのが楽しいですね。はいはい、あ、そうですね。ね、であとはまあ打つ方のタイミングってやっぱすごい難しいけど、うん、あれはもうちょっと慣れしかないかな。そうですね、あの、うん、多分プロスピのやられてる方皆さん分かると思うんですけど、慣れてくると結構打てるようになってくるので、うんうんうん、結構面白くなって、そこからまあハマっていくっていうタイプの、結構 OB の方でもこの間出ていただいた井川さんだったりとか、うん、まあ、先ほど名前が出た斉藤和美さんだったり、はいはいはい、そういった方々は皆さん多分そういった最初はこう慣れるところからスタートして やられてたと思いますんで、うんうんうん、まあ、今後じゃあ川崎さんもやる可能性が、可能性はね、十分ね、十分ね、ご自身でもやる可能性はあるのかなと。だから自分のカードも出てきたしですね、というところで、まあ、実際に他にですね、まあ、今試合とか本当に当時のメンバーというかですね、うん、対戦相手なんかも出てきたと思うんですけども、グラフィックですね、うん、まあ、リアルゲームということで、まあ、松井選手だったり先ほど出た黒田さんだったりとか、はい、うんうんうん、ああいったこのフォームだったり、どうですか、リアルさというか。でも、はい、フォーム見ただけで大体わかるね。あ、そうですよね。やっぱり、ね、リアリティ その追求って相当してるでしょ。そうですね、コナミさんの方でもやっぱりそういったところで、まあ、うん、ね、リアリティゲームというところで、うん、ということで、だいぶ再現性が高いと、いやいや本当にいうような形になってるかと、ね、すごいですよね。だからゲームで、はい、しかもこのモバイルっていうか、はい、スマホでここまでできるって、そうですね、このクオリティで、そうですね、スマホでできるっていうところで言ったら、うん、やっぱナンバーワンで本当にやってるゲームなのかなというふうに思います。はい、はい、
はい、ということでですね、はい、まあ、川崎さんの方には、プロス企画やっていただいたわけなんですけれども、最後にですね、はい、皆さんにまたプレゼントということで、はい、プレゼントですね、まあ、以前の井川さんだったり井端さんだったりもさせていただいたんですけれども、前回の能力チェックのモノモースのシリーズでですね、うん、使用しましたパネル、はい、こちらのパネルですね、はい、川崎さんの能力パネル、うん、こちらに、サインを入れて、プレゼントさせていただきたいと思います、はい、うち一つはですね、ハッシュタグ熱いぜプロスピということで、あのプロスピの、まあ、そういったハッシュタグがありまして、うん、そちらの書き込みもちょっと後で、うん、川崎さんの方していただければというふうに思います、はい、了解です。はい、といった形でですね、OB クラブ所属の、OB 選手も多く登場するプロスピエース、うん、皆さんぜひプレイしてみてください。最後になりますけれども、まあ、こういったプロスピ企画ですね、最近ではちょっと毎週こう配信させていただいてるんですけれども、他にもですね、毎日技術系の配信、こちらも川崎さんには出ていただいております。はい、12月の一番最初の投手編でですね、川崎さんの方には、はい、そういった、投手の、まあ本質というか全てですね、うん、に関しての指導もしていただいていますので、はい、そちらの方も合わせて見ていただき、なおかつチャンネル登録と高評価をいただければというふうに思います。はい、川崎さんもですね、はい、の方からも最後、はい、一言よろしくお願いいたします。はい、まあ、この、ね、YouTube ではリアルな野球教室もやってますし、こういったゲーム企画もやっておりますので、ぜひぜひね、皆さんご覧ください。ぜひともチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございます。ということでですね、プロスピ企画以上になります。また、次もですね、またプロスピ企画あるかと思いますので、うん、川崎さんまたこの後もですね、はい、ちょっとぜひやっていただけるようでしたら、ええ、やっていただいて、まあ、今後ですね OB 同士の対決なんかもちょっとできればみたいないうふうに思いますので、ぜひその時にはまたお願いしたいと思います。理事長さんなんかもやってほしい、ね、やったらいいかもしれないですね、はい、ということでぜひ、お願いできればというふうに思います。はい、今回の配信は以上になります。それでは皆さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。